绝佳鹦鹉，这游戏啊！我要玩再打分数呗。新機体の力だけじゃないわ。心にしっかりと定まった強さよ。アナスタシアさん。その心。他没有分难度。一舞台でも星のように輝く。期待しているわよ、さくら。はい。さくら、お疲れ様。神山隊長。ありがとう。君のおかげで勝てたよ。神山隊長、ハツホ、そしてオーブン、みんなのおかげです。ここに戻ってきて本当によかった。ありがとうございます。なあ、湿っぽいのはやめやめ。隊長、いつものやつ行こうぜ。そうだな。さくら、ハツホ、頼む。心眼召喚、私の迷いは断ち切りました。一撃実行、涙を乗り越え未来へ進め。せーの、勝利のポーズ決め。哦，这张不错哦，这张不错。呼啦呼啦呼啦。他在干嘛？他在干嘛？哇！やはりそうですか。ようやく見つけましたよ。什么意思？那个剑是什么剑？ようやく分かりました。分かったって何を？私は新宮寺桜さんになりたいんじゃない。新宮寺桜さんみたいにみんなは帝都の人たちを守りたいんです。その夢は夜叉が誰であろうと私だけの夢、変わることのない私が決めた道だったんです。あ、もし今の新宮寺さんが道を間違えていたのなら、私がこの手で新宮寺さんを正してみせる。その覚悟こそ私に必要なものだったんですね。最终哦，不是吧？您的表情很不错哦，我喜欢。いい顔になったよ。とても綺麗だ。そんな綺麗だなんて。恥ずかしいよ。いや、そういうことじゃなくて、道を見つけた顔をしてるってことかな。ああ、なんだ、残念。好呀，我干嘛自己？觉得雷子さん。俺も思い出したよ。何をです？さくらとの約束、子供の頃から言ってたんだな。俺がさくらを守るって。私絶対になる。新宮寺さくらさんみたいになる。じゃあ俺は花組の隊長になって必ずさくらちゃんを守るよ。約束だよ。うん、約束する。守ってくれましたね。那你是不是该给点什么回礼呀？約束を守ったんだから、何かお礼とかあると嬉しいんだけどな。いいですよ。
あキスでもしちゃいます？キス？冗談ですよ。なんだ冗談か。そうだよな。この臆病者。ん？なんでもないです。主角，主角是不是喜欢小龙啊？神山清十郎として、君を守る。还是喜欢他爸？だから、保存品冲阿小。君も俺を信じて、ついてきてくれるかい？はい、清十郎さん。それじゃ、おやすみなさい。おやすみ、さくら。晚安喽。今日はゆっくり休んでくれ。怎样？その隊長になって守ってくれるって言った後、あの後ももう一つの約束のことは。何かあったっけ？覚えてないんですか？信じらんない。もう一番肝心の約束なのに。さくら、ちょっと落ち着いて。落ち着けません。今すぐ思い出してください。そう言われても。うるせえなー。何なんですか、こんな夜更けに。信じられない。あの起きて3時8時は夫婦喧嘩は夜するな。迷惑千万。困ったもんね。全然違います。もうバカバカバカ。そんなバカバカ言わなくてもいいだろう。どんな約束だったか教えてくれればいいじゃないか。いいから早く思い出して。このバカ清十郎。もしね、その約束を守ってくれたら、私がせいちゃんのお嫁さんになってあげるね。それは聖なる夜の物語。奇跡の起こる日に伝説の公演が蘇る。友が、家族が、恋人が、誰もがこの素晴らしい日を祝福する。次回、新桜大戦、星と共に去りぬ。大正桜にロマンの嵐。悲しいほど星が綺麗な。我怎么拿枪指我？嬉しいわ。あのこれを。それじゃ失礼します。什么东西？他是间谍吧？那巨乳是间谍吧？雪，もうすぐクリスマスね。みんな、お疲れ様。次はいよいよ。歌劇団大戦の決勝戦だ。相手は過去2回の大会を連覇しているベルリン歌劇団。手強い相手だが、覚悟を決めて勝ちに行くぞ。ああ、そっちの覚悟はもうとっくにできてるぜ。けどよ、
その前にもう一つ大切なことがあるだろう。そっちの方がなんつうかドキドキしてる。そうです、決勝戦の前日12月24日、緊張又期待。その日は分かってるよ。俺たち帝国歌劇団花組が目指してきたもう一つのクライマックスだもんな。そう。点歌等等放，圣诞公演。哈喽，我等等放，等我一下。こんな大声で言わなくても分かってるよ。樱花组気合入ってますね。でもなんだかわかります。私もちょっと大声で言いたい気分。里の掟98条。クリスマスは特別。思いっきり楽しむべし。楽しい気持ちは強い声に乗せて伝えたくなるものなのかもね。舞台は夜叉に壊されたが、俺たち帝劇は決してくじけない。何があっても負けない心を、そして何度でも立ち上がる強さを、帝都のみんなに思いっきり見せてやろう。アゾミ頑張る。戦うだけが私たちじゃありません。この日のためにみんな練習を頑張ってきたんです。やりましょうね、アナスタシアさん。ええ、そうね、頑張りましょう。ところで演目はどうするんですか、神山さん。実はもう決めてある。というかスミレさんからぜひやってほしいとお願いされた演目があるんだ。何でしょう。それは帝国歌劇団花組伝説のクリスマス公演演目、奇跡の鐘だ。マジかよ、あの奇跡の鐘なのか。大正維新事件の時、帝都の人々に限りない勇気を与えた奇跡の公演。私たちの手でその奇跡をもう一度起こせということですね。奇跡之中。やりましょう、みんなで。うん、今のアザミたちならできる。昔の脚本は資料室にあったはずですから、今の状況に合わせて手直ししてみます。配役も決めないとな。主役はアナスタシアとして、今回の主役にふさわしいのは私じゃない、さくらだと思うわ。私が主役って、どうしてですか、アナスタシアさん。あなたはヤシャとの出会いを経て自分だけの強い心を見つけた。強大内心。その心の力を見せるのが帝劇復興の証であるクリスマス公演に必要だと思うからよ。でも私にできるでしょうか。大丈夫よ、あなたならきっと素晴らしい舞台にできる。どうしてですか。だってあなたは私の一番弟子なんですもの。上厕所时间呢，给你们看大姐姐，等我一下。上厕所时间。
亚さん。刚接到诈骗电话，打来我们家要问基本资料。やります。やらせてください。私に。アナスタシアさんに教えてもらったすべてをこの公園で出してみせます。それでいいかしら、キャプテン。队长。应可以的。そうだな。新しい試みも必要だ。さくらが主役で行こう。ありがとうございます。よかったわね、さくら。よし、そうと決まれば、あとは公演まで練習あるのみだぜ。みんな、集まろう。気合い入れていくぞ。さくらさん、お願いします。私が？当然、主役はさくら。大きな奇跡を咲かせましょう。おお、うん、よし。一周目还没破一周目啊。那个黑肉巨乳真的是间谍呢。Bam！ 那我们还要疼他吗？他是间谍呢。哦。但对我没有太长哎。这什么？拍字谜东西。啊？鸡蛋辣油桶炸面是什么东西？啊！炸垃圾桶里面有炸弹？啊！垃圾桶。哪里有垃圾桶啊？他妈根本没垃圾桶啊！在这个剧院看到垃圾桶过啊，花主复活，加一个感谢之吻，恶心检票员哦。被小树讨厌。又有浴场又有人呢。浴场那么多人呢、啊。他们一直洗澡，哎，这边呢？
这么厉害啊。对啊，他们怎么不怕？一碰就爆了，不是吗？一起呀、啊！走啊！哎！所以只是玩的，实话大姐姐。神速二刀流。又是他的笔记本，好，我们去澡堂。这厮是谁啊？谁在洗澡？なんだか悪いことをしているわけでもないのに。他每次都要来大浴场。晃一下，ここから出た方がいいんだろうが。でもなぜかもう少しだけ痛いような。誰かこっちに来ているぞ。どうすればいい？このままでいるか、隠れるか、それとも。忍。やっぱりこの時間は誰もいない。お風呂はアザミが独り占めさせてもらう。思わず激蔵くんに変身してしまった。どれだけ慌てているんだ、俺は。劇蔵くん、いつの間にここに。気にしても仕方ない。早くお風呂に行かないと。クリスト、急に近くに来るなんて心臓に悪いぞ。さて、とにかく見つからずに済んだ。ここから早く離れて。様子を見てみよう。万一溺れていたら大事だしな。ん？アザミ？どこにもいない。一体どこへ。まさか溺れてないだろうな。アザミ！望月流
クリトンの術からの望月流水流陣の術。うわあれ清十郎、びっくりした。アザミ大丈夫なのか、無事か。もちろん無事、忍術の修行をしてただけ。でも清十郎はどうしてここに。え、それはもちろん。来救你的。アサミを助けに来たんだよ。溺れてるんじゃないかと思って焦ったよ。アサミはそういうわけじゃない。ああそうだよな、アサミは忍者なんだし溺れるなんて。はあ、清十郎、アサミの修行のことは内緒にして、みんなにバレたら怒られる。わかったよ。でも俺から許可をもらったことにすればいいだろう。いいの？もちろんさ、アザミのためだからな。うん、ありがとう清十郎。なんだろうね。拿去给那个他写的那个故事笔记又被我们捡到，他怎么疯狂掉笔记呀？あれ？クロリスはいないな。よし、ここに置いていこう。伝言を残していけば。クラリスには分かるだろうしな。でもその前に少しだけ、本当に少しだけノートを見させてもらおう。どれどれ、題名は鳴神荘の赤い羊。推理物みたいだな。主人公は旅先で殺人。凌晨中の紅颜啊。名前は神山清十郎。俺なのか。ちょっと待て。鳴神荘の主人は少し前に死んで。実は真犯人から身を守るために。何？刑事の芝が犯人だと思ったのに。这样太好看了是不是。おい、いきなり誰かに殺されたぞ。まずい、神山の背後に人影が。真犯人なのか。おい神山、気づけよ。じゃないと。ああ、ここで終わっている。書きかけだったのか。いいところで終わるなよ。ごめんなさい。ああ今回は力作なんですよ。神山さん、いかがでしたか？感想を聞かせてもらえると嬉しいんですが。恩陷其中啦。してやられたよ。すごくドキドキしたし、何よりまさか俺が出てくるとは思わなかったからね。やった！頑張って書いた甲斐がありました。この帝劇の人たちが出てくる設定、最初はちゃんと決めるまでの仮のものだったんです。でも人物の性格や個性が分かっているとすごく書きやすくて、それに楽しくて。ただ物語の展開を考えるのはすごく苦労しました。特に難しかったのは書きかけの続きの部分です。真犯人がどうやって主人公を。ちょっと待った、それ以上は言わないでくれ。頼むから早く続きを書いてくれ。でも今回は神山さんに読んでもらえてよかったです。もちろん
勝手に読まれるのは嫌なんですけど、読み手がいないと評価もわかりませんから。作品評价。それに今回は普段は書かない作風にしたんです。だからちゃんと書けるのかどうか不安だったんですよ。あ、好笑だ。毕竟间でもいざ書き始めたら思うように書くことができました。新しいものに挑戦したのが良かったのかもしれないね。次の公演での脚本はさらに期待できそうだよ。はい、次のアイデアはもうあるんです。書けたらまた見てもらえますか？俺でよければ喜んで。クラリス、期待しているよ。画个橘皮。搜寻樱花主题曲结果。樱花主题曲。定是与新小姐他们两个在谈恋爱是不是？怎么了？在干嘛？哪件事？没有余力思考。圣诞结束后就来不及了，什么意思？正在约会啊。帮令师一把，帮令师一把。我爱你啊。哇，他们直接谈维修资金的事情啊。他不会跟我们交往的，1000%不可能的，为什么？讨厌我们吗？为什么要这样？我只要直接去了。嗨，集市啊，宣传啊，圣诞公演啊。商量什么事情？高级路线啊。
食堂？食堂又怎么花姐粉丝。殷大人，谁呀？景大人。色屁色啊！灵光乍现。去宣传公演啊！去宣传。小笼，那小笼包妹可不可以聊一下？接待客人，哦，没好了。要来吃什么？要来吃什么？好啊，点呢、啊？爆裂拉面、咕老肉套餐、黄金炒饭、小笼包，哎，也太多了吧！什么东西？你在说什么？好了，记住了。
第二组哦，做这个库拉提斯啊。加点桃子馒头啊。第四组做那个特辣麻婆豆腐。最后要做桃子馒头吧。哎，阿苏普安呢？好，点太多东西了吧？在意的事啊，什么事？好可怜啊。燕之炒饭死了。杨小龙。上海神龙炒饭。